撮像管。撮像管は、被写体の像を電気信号に変換、撮像阻止するための電子管である。テレビのプロセスの最初の段階を担う部分であり、個体撮像阻止による撮像板に変わるまでは、ビデオメラの心臓部であった。後に、個体撮像阻止が登場し、その後主流は、管から板に変わっている。機能部は真空にした。 筒状のガラス管に封入されており、先端に配置された撮像面に光学系により被写体の光学像を投影し、光の強弱を電気信号として取り出すものである。光電気変換には一般に内部光電効果を応用した行動電膜を用いることが多く、行動電膜の素材により様々な撮像管が開発された。 例えば初期の撮像管であるビジコンには3、流化アンチモンを用いたものある。光の強弱による、この光導電膜の抵抗変化を撮像管を囲むように配置した変更コイルなどによって操作される陰極から電子ビームで外部に読み出すのが基本動作原理である。世界で初めて作られた撮像管は1927年にフィロファンズワースの作ったイメージディセクターであり、 実用的な撮像管として、最初のものは1933年に、ウラジミール・ツボルキンの作ったアコのスコープ、アイコノスコープである。電子管の一種であることから、固体撮像素子に比べて、性能維持や調整に手間がかかる。また、固体撮像素子の品質が向上し、放送用として、十分な画質を得られるようになったことから次第に、固体撮像子に置き換わり、 現在では高感度暗視カメラなどの特殊な用途に使われている。イメージディセクター、イメージダイセクターは1927年にフィロファー・アンズワース・ P ・ T ・フランス・ウォースが発明した世界初の撮像感である。感度が低く実用にはならなかった。1931年、1926年の計 LMN ティホニの電子カメラ管の5年後、 ウラジミールツボルキン、ウラディミールズボリキンは画像を光反応物質で捉えることに特化した真空管の特許を出願した。光電面に光が照射されて電荷が生じたところを電子線により操作することで電荷量に応じた電流が流れることでガソの光の強弱を電気信号に変換する仕組みである。イメージディセクタと比較して1五千ルクスでの撮影が可能と高感度で 容易に鮮明な画像を得ることができた。アイコノスコープは1936年から1946年までの間、イメージオルシコンに置き換えられるまで、初期のアメリカでの放送に用いられた。構造は渦のようになっており、図の右上からレンズを通って入社した画像は光電面に投影される。光量に応じ光電素子のモザイクに電化が蓄積される。 陰極線が光電面を操作すると電荷が放電し、角の左から増幅消え、ガソの明るさに応じた電流が流れる仕組みになっている。イメージオルシコン、イメージオーサコン、イオンは蒸気のイメージリセクタに、RCA のアルバートローズ、アルバートローズ、ポール K は今、とハロルド B ローが発明したオルシコン技術を組み合わせたもので、 1939年から1940年に原型が開発された。その後、アイコノスコープを置換しテレビの分野に大きな影響を与えた。1960年代まで一般的に使用されていた。その名はテレビ普及開始時代の殺像館の代名詞のように扱われる。業界での愛称がイミーで、これを女性化したエミーが アメリカのテレビドラマをはじめとする番組のほか、テレビに関連する様々な業績に与えられる賞である、エミー賞の名前の由来である。ビジュコン、ビデコン、通称ハイバイヒャンチューブはターゲット材料に、光動電体、SBS を使用し、行動電面に電化を蓄積する、蓄積型撮像管である。1 9五十年代に、RCA の PK は今後、SV フォーグと、 RR グドリッチによって開発された。当初は行動電体にセレニア、シリコンライオードアレイが使用された。プランビコン、プラメイハンはフィリップスの商標である。光電面が酸化鉛、プボーのビジコンである。放送局で使用された。出力は弱かったが、信号、雑音比が優れていた。イメージオルシコンに比べて解像度が優れていたが、 輪郭が不自然だった。CBS はプランビコンによって生成された映像の輪郭補正回路を初めて開けした。プランビコンはサチコンと比べてコメットテールの長さは短くわずかに高い解像度を有していた。1980年以降ダイオードガンプランビコンの開発により双方の性能は放送用レベルの頂点に達した。 放送用カメラは CCD にとって変わったが、医療分野では、現在も、プランビコン管は使用されている。サチコン、サタコンは、NHK 放送技術研究所と日立製作所が、開発した。日立とトムソンとソニーの商標である。光電面は、セレンヒソテルル、シーストである。価格は、プランビコンと比較しても安価で、高性能であったことから、放送用。 業務用、ビデオカメラにとどまらず、家庭用ビデオカメラや、工実の鳥ニコンの開発にも貢献した。初期のアナログハイビジョンカメラの撮像部は、静電収束、静電変更、SS 型サチコン管を使用していた。パセキンは、ハイマンの商標である。光電面は、カドミウムセレン、セデスである。ニュービコン、ニューコスビコンは、 パナソニックが開発しパナソニックの商標である。高感度であった。高電面は、アエンセレン、ザンス、アエンカドミウムテルル、ゼンシーリットである。トリニコン、トリニコオームは、ソニーが開発しソニーの商標である。垂直の島状の RGB フィルターが受光部にあり、赤、緑、青を操作する。放送用のカメラは各色に、 それぞれ一本の撮像管を使用していたのに対して、ローエンドのカメラやカムコーダーには、この一本で三色受け持つ、撮像管が使用された。1980年代、DXC-1800 や BVP-1 に使用された。CCD の普及により使用されなくなった。イメージインテンシファイア、イメージインテンシファイヤあいは、 夜間の暗視用として開発された。ごく微弱な光を検知、増倍して、像を得る。光電面は、ギャス、ギャースプ、インギャス等が使用される。ハープ、ハイ、ゲインアバランシュラシンアモルフフォートカンダクター。ハープから、NHK 放送技術研究所と日立製作所が、開発した超高感度撮像感である。光電面は、AASE。 ヒードハープ撮像版蒸気のハープに、パイオニアが独自開発した高効率原子放出素子、ハイエフィシエンシーエレクトロンエミッションデバイスイコールヒード、ヒードを組み合わせた撮像版。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。